この動画では生徒のアカウントを削除する方法をご紹介します。まずは参加者ページを開きましょう。参加者リストから削除する生徒アカウントを選択します。複数のアカウントをまとめて選択することも可能です。アカウントを削除すると、そのアカウントで作成された楽譜などのデータも完全に削除されます。選択したアカウントに間違いがないか確認しましょう。アカウントを削除するをクリックします。例えば生徒が卒業後に個人で創作を続けたい場合、個人版フラットのアカウントへ変更することも可能です。最後に削除ボタンをクリックして確定しましょう。アカウント管理者が許可している場合は、クラスを削除する際にそのクラスの生徒アカウントも同時に削除することが可能です。